こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ここはどこだぜ？名城線を、上前津駅で降りたわ。何があるぜ？とりあえず外に出てみるわよ。おう。それでは、ゆっくりしていてね。さあ、地上に出てきたわよ。ここはどこだぜ？ここは、大須商店街よ。大須？名古屋の繁華街、栄の南に位置しているわ。栄が百貨店やブランドショップ中心なのに、対して、大須は小規模店舗が中心になっている、昔ながらの商店街の、雰囲気ね。ここには何があるぜ？ここは秋葉原、大阪の日本橋と並んで、日本三大電気街として、知られているわ。要するに、オタクの街だぜ。間違ってはいないけど、ちょっと語弊があるわね。ここは大須観音の門前町として、栄えたのが始まりだから、飲食店なども多いし、実際には、有名になった電気街や、電脳街も、商店街のほんの一角なのよ。なるほど、だぜ。名古屋の繁華街といえば、栄も名駅も、地下街のイメージが強いけど、大須は昔懐かしいアーケード街が、東海地区最大規模で広がっているのも、魅力ね。アーケード街、なんか好きだぜ。そして、ここでランチにするわよ。これは？名古屋肉味噌カレーという名前みたいね。名古屋飯？名古屋飯といえば、手羽先とか味噌煮込みなんかが、思い浮かぶけど、これは、新名古屋飯となっているわね。新名古屋飯ってなんだぜ？どうやら、名古屋飯博覧会というので、入賞したみたいね。名古屋市長の公認もあるみたいね。このおっさんの公認は？とりあえず食べてみるわよ。おうだぜ。味は？まあ、そのまんま肉味噌とカレーだぜ。美味しくないわけじゃないけど、名古屋飯の定番にはなれそうにないぜ。名古屋飯って、インパクト強くて、味も濃いものが多いから、ここに新しく割って入るのは、なかなか大変そうね。だぜ。大須の商店街を抜けて、大須観音にやってきたわ。うお、鳩ポッポだらけだぜ。鳩、ケチらし動画よ。おやおやおや。動物愛護団体から、クレームが来るぜ。正式な寺号は、北の三神福寺、宝生院というのだけど、大須観音という名前の、方が、一般にはよく知られているわね。浅草の浅草寺、三重県津市の津観音と並び、日本三大観音みたいね。大須の商店街を抜けた先にあって、お参りに行きやすいぜ。さあ、サクッとお参りを済ませたら、いよいよ名古屋駅へ向かうわよ。ようやくだぜ。最寄りの駅は、地下鉄鶴舞線の大須観音駅ね。これは名物豊田線で、豊田市まで繋がっている路線だったぜ。ちょうど、名鉄の車両がやってきたわね。丸の内駅で桜通り線に乗り換えて名古屋駅に到着よ。ようやく名古屋って感じだぜ。東京から名古屋まで新幹線ならおよそ2時間半ね。1週間もかかったぜ。のぞみの指定席利用で11,090円よ。うーむ。いくら寄り道が主題の旅とはいえ、ちょっとやりすぎかもしれないわね。だぜ。けよ、まだまだ大回り表すと独自であらわよ。で、名古屋からは、どっち方面に進むぜ？名古屋からは、いよいよ近鉄に乗るわよ。おお、ついに関西に向かうぜ。一応、関西弁エリアに入るけど、近鉄に乗るのは少しだけね。うん？
とりあえず近鉄乗り場へ向かいつつ、今回は終了よ。おう。それでは、ご視聴ありがとうございました。